俺はタクシーじゃねえぞ。をかぶっております。味方どうするんでしょうかね、これで。勝てんのかな、プレデターよ、プレデター。まあ、俺は味方の指示に従うぜ。はい、フルパプレデター破壊。見てみんな、上のキルログ、赤よ、何この差。プレデターは強いよ。でもやっぱマジで強いね。 1v1 はっていう話だけど、マジでね、あの人たちは連携力ちげえからな。まあと言いながら倒したがなんだかなって感じはしますね。これマジで普通だったら無理よ。本当に本当に無理よ。俺がさ、めちゃくちゃ簡単に倒してるように見えるけど、本来これありえねえことだからな。マジでシステム変わってほしい。敵が強すぎる毎回。ナイスー、助けて、くそー、なんでみんな初動ファイトすんの。マジで基本的に今のねランクってね、ちょっと俺が盛り方を教えてあげるよって感じなんだけど、最初はファイトせずに、まあ、10部隊超えたあたりでいいよとか、まあ、いつも通りだよね。だからいつも通りでやればいいんだよ。みんな突っ込みすぎ。あれよくさ、ジップレールのせいとか言うけど、違う、あのバトラーやってるよ。そもそもみんなバトラーやってんだから、銃声鳴らしたら来るよ。あー、なに、まさか。こいつ、分かってたのか。優しいな。なるほどね。あー、それはありがたいわ。この人たちちゃんとね。いや、でもさ、危なかったよ。危なかったよ、今。ちょっと負けかけてたよ。超危なかったよ。70メートルぐらい打ちたいな、できれば。それで、ちゃんと終えるかどうか。70っていうか、まあ、40とかでもいいんだけど。あ、惜しい。相手プラチナとかなんだよな。なぜこんなギリギリの戦いしてるんだ。最強でも1、2倍敵の目の前でギン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 ってなっちゃう。ニスコの方がいいわ。やっぱ声渋くて好きです。ありがとうございます。嬉しいですね。ありがてー。エネアもめっちゃ手に入るな。最高じゃん。エルスターは強いよ。けど他のやつの方が強いね。他の武器の方が壊れてる。ただそれだけだ。うん、今ちょっと終えてなかったな。ハボでいいんだよな、ハボで。強いけど、他武器の方が強い。今危なかったな。なるほど、この距離感になると追えないのか。ってなるともう 0.1 上げてみるか。そうしたら10倍ぐらいになるかな、感覚。うん、今ちょっとヒヤッとしたから、ヒヤッとしたってことは危ねえ。うん、試してみよう。ダイヤのフルパでバンテージありですか。ありなんじゃないですかね。ちゃんと倒せるぐらいの火力が出せるんだったら、うん、何でも OK みたいな。全然ありだと思います。意外となしなキャラいねえな。コースティックがちょっとギリなしかみたいな感じだけど、そう、難しいっていう点で、そう、動きづらいね、今回のマッチ。マップか。そうなんですよね。エルスターはね、強いけど、
フレマス隊に行くと弱いかな。あ、マジマジあ、偽物だったいや、そういうこと。あ、エルスターシュンシュンいたやばすぎだろツイッターが俺の名前使ってた。うわ、びっくりした。やばー、おいおいおい、俺の偽物やめろよお前マジでやめとけよ。いやね、私の偽物が暴れ散らかしてるわけですね、プレマス隊で。ぶっ飛ばしといて、その偽物ぶっ殺しといて。弾が入ってないが倒しちゃう。あぶねー。すーげーいるじゃん。あ、惜しい。多分大丈夫な気がするんだよな。 1.2 か 1.1 か迷うな。でも多分 1.3 は行き過ぎなんですよね。 1.2 か 1.1 などっちかな気がするぜ。ナイス。噛みすぎるよな、やっぱこれよ。これがランクよ。 2V1 でね、返されるって結構やばいよ俺よくやるけど、あ、本来あれあっちゃいけないことだからな、本来は。そう、プレデターを5人ぶっ殺してんのに、てんてんてんって言われる俺の気持ちやばくないか。もう、悲しくなってきたよ。そう、5人プレデター倒して最後の1人に負けちゃった、てんてんてん、その後言われるんだぜ。泣いちゃうよ。プレデター様なんだけど初見ありがとうございます。いくつですか。私は22歳ですね。すごいゲームだよ、こんなにチーター相手さ。もうなんだよって言いながらやっちまうんだ。面白いよ。声が渋すぎて30代感がみんなに言われますね。40か30かそこら辺って言われますね。ちなみに私はアークをやってモーションになったっていうね、歴史があります。素晴らしい。みんな気をつけような。オープンワールドやると病気になるよ、楽しすぎて。1日13時間ぐらい配信してたらね、ちょっと体のなんか異変を感じたよね、体に、うん、完全にね、オープンワールドのせいじゃなくて俺が体調管理できてないっていうね。盲腸のね、盲腸はね、心当たりしかないんだよな。絶対ね、キング牛丼なんだよな。いやー、しんどかったね。本当にもうなりたくないね。えぐかった。味方が落ちてる。よく帰ってきたぞ味方よ。そう、脳みそだけギャル曽根さんの体は人間っていう。そりゃね、逆に体調崩さない方がおかしいわっていうな。チャージライフル、こいつタイタンより強いよ。ロボットより強い。私の攻撃を弾く草。神かよ。ちょっと今日本語喋れなかったわ、楽しすぎて。絶対逃がさんっていう意志を感じましたね。これでいいよ。だってあまりにも気持ちよくなっちまうと日本語忘れんだよな。やめときなさいキング牛丼は本当にやめた方がいい。俺はね、もうトラウマになったから、キング牛丼も。そう、クイック病気セットはエペ、あのエペじゃねえや、キング牛丼食った後にアークを13時間やるってやると死ぬ。高校が家庭科部入ってたな。家庭科部入りながらなぜかラグビー部と一緒に運動してた。シンシンさ、筋トレする必要なくねって言われるから、あるよ、世界一の家庭科部になるために筋トレしてんだよ俺は、つって毎回言ってた。極めたら AR 最強ですか。俺はそう思ってる。
正直フラットラインとか使うより全然火力出るね。あのちょっとやっぱあのウィーンってディレイがあるんですけど溶けるね。相手にウルトを使わせちゃったよ。はい、逃がさないよ。ハボックはそういう武器なんだよね。逃がすわけねえだろ。これがハボックなんだよな。ルル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 ル、見た、無理なんよ逃げるなんて。あ、死んだ。見た、ほらスタックしてるのかなって感じじゃない。ほら、マジで動かなくない。向きは変わってるから中身はいるんだよね。殴ってる。あ、重そうじゃない。あ、めっちゃ重そう。動けないんじゃねこれ。重そう、ほらめっちゃ切られてんだけど。めちゃくちゃ切られてるし、なんかアーマー脱いだし、ワンチャンパケロスなのか。いや、めちゃくちゃ切られてるけどね。超切られてるけど、かわいそう。でもなんかシール脱いだら謎だな。でもすごい、めっちゃに切られてる。すごい。お、いつゲー始まっちゃったよ。いい人たちなんかな。来なかったって感じだとさ、ワンチャンこれいいつまんじゃね。あ、落ちちゃってるからこれ見逃してあげようっていうタイプかもしんない。心が綺麗ですね。俺だったらよし、キルパだって心が綺麗だ。フォローありがとうございます。俺は1キルポ1キルポで命かけてるからな。すまね、無慈悲かもしれないがすまん、殺すって言ってキルポにしちゃう。何、俺が重くなった。そんなこと言ったからか、呪いかかった。フォローありがとうございます。よっ、おお、次は俺か。呪いだ、呪い、パケロス呪いだ。うわー、お前が、お、治った。あれぐらい戦える人が、ワンチャンあれより戦える人と一緒に毎回組むって考えるとさ、ウルパってやべえな。あの野良の人より多分強いじゃん、言ってしまえば。やばいね。みんなやっぱ、あれだよ。エーピックスうんぬん言ってる人はソロでやってみるべきだよ。多分超楽しくなるよ。あまりにも勝てなさすぎて多分超楽しいよ。一回試してみる価値あると思うんだよな、ソロラン。なんか味方がいないそのやばさが、多分まだ分かってないみんな。多分ね、一回試してみる価値だと思う。ソロプレイマスやってみてほしいわ。絶対ね、エーペが多分死ぬほど楽しく感じると思う。脳破壊されかけるから、でもこれを乗り越えたものは、もうエーペ楽しすぎだろうってなるから。マジおすすめだわ。フルパやりすぎて、ちょっと飽きてる人は、マジソロランおすすめだわ。100% 楽しくなるよ、ゲームが。あ、俺ってこんな素晴らしい環境でやってるんだって気づけると思う。今のね、ちょっと味方が来てね、俺は思った。なんでみんながエーペックス飽きたって言うのかが分かったよ。その味方がいることが当たり前になっちゃってる可能性がある。このゲームを心の底から楽しむ方法ですね。そう、満足できなくなっちゃうんだよね。そうそう。だけど、なんで俺が、フルパ楽しすぎるとなるかっていうと、まあ、一生ソロでやってるからですよ。そうなると、たまーにやるフルパが、面白くて仕方がないっていう。で、また次のために頑張ろうってなるんよな。また、次回のフルパのためにもっと俺は練習するぞって。フォローありがとうございます。ってなるんすよ。そう、こうやって一人で一生やることになるじゃないですか。ハボック強すぎじゃね。ホライゾン殺せんだけど、マジで。